ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば昨日も今日も人いたせ。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。腰をへし折ってや何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様はひどきにあえた。拙者を存じておるのか。精霊よ、貴様がしてきたことは我ら全て心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。償いの術などない。それは承知しておる。されど再び愛子のもとへ戻らねばならん。一人にはしておけ。あの女は苦しむ。貴様のじゃ。ならば参れ。お主の技を見せてみよ。遅い、遅すぎる。死したものを切ることができるのか。いずこへ参るのか。黄泉に舞い戻るのでなくば。黄泉はまやかしを見せた。斧が目に頼ってはならぬ。苦しめ。我らの終わりなどないものの不要。切らねばならぬものを全て切るだけのこと。またあの印じゃ。時とは揺られる葦なり。拙者がとどまり皆を守っておれば、核のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこの進んだ地に来ることもなかった。 なる悪しき夢を見せようというのか。 道をたどらねば。この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。知らせた。お前は皆を知らせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない、この鬼め。ここでは皆お前の鬼だ、小僧。お前は遅すぎだ。戻すことはできない。お前のしくじりを改めることもできぬ。せ流せ血を流せ黄泉に送られたもの全てが通る道か、はたまた拙者のみに課せられた試練か。愛子に会うのじゃ、会わねばならぬ。受けてみせようぞ。先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。誓いを破った奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。裏切り者か、裏切り者め、愛子はどこだ。先生、お許しくださいませ。愛子もこの地に深くにもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しきかげろうは数えきれる者の命を奪い続けるであろう。それは造作もなきことでございます。妻は拙者を待っておりまする。拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりませぬ。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くにちぎりを断つとは。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。